こんにちは、スタイリストの大山イです。今回の動画では、僕にとって欠かせない、マイ定番アイテムベスト5というテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。まあ皆さんもですね、日頃からこれは気に入って、毎回使ってるなというものだとか、ついついリピートしてしまうなというものがあるかなと思うんですね。それは僕にとっても同じで、今日ご紹介するアイテムはどれもすごく気に入っていて、ものによってはですね、何回もリピートしているものなので、結構ですね、皆さんにもおすすめできるもの ななのかなというふうに思っています。 もちろんファッションにはトレンドですとか流行みたいなものがあるのでまあその時々で今の流行だとか世の中の流れにあったものに変え替えたりもするんですがその中でもですねこれがあると便利なんだよなというものがやっぱりありましてそういったものもですね皆さんの中にいくつかあるとですね日々のコーディネートがすごく楽になるかなと思ってますのでぜひ今回の動画を参考にしながらですね皆さんにとっての定番アイテムというところを一つ確認していただければなというふうに思っています こちらの動画では主にですね、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。最近はですね、ノー編集で週4本ぐらいのペースで、どんどんですね、僕がプライベートで愛用しているものですとか、あとはインテリア雑貨ですとか、ライフスタイル関連のアイテムもですね、どんどん解説をしてますので、よかったらそちらの方も、 ですね、説明欄にリンクを貼っておきますのでチェックをしてていいいただければなという,ふうに思っていますそれでは早速いってみましょうはいということでまず1つ目のアイテムなんですがこれはですね着こなしの中でも一番ベースとなるアイテムで結構定期的にですね皆さんにご紹介しているアイテムなんですが肌着でですすね、まあ、一番下に着ているものです、まあ、今もですね僕は実際に着てるんですけどもこの内側にあるものですね 見えるからちょっとチら見えしてるぐらいなんですけども、僕が愛用しているのはこちらですね。 シークというですね、アイテムになっていまして、僕はシーク歴がめちゃくちゃ長いんですね。もうね、多分8年ぐらい使っていまして、僕にとってのインナーはこれがもう定番で、浮気もいっぱいしました。正直ですね、軍勢以外にも最近はユニクロでも出してますし、様々なブランドから同じようなものが出てるんですが、結局はですね、一周回って行き着く先はシークというところで、まあ間違いのない選択かなというふうに思ってます。まあいわゆる いわゆるですね、インナーの中でもカットオフというものになっていまして、縫い目がないんですね。ですので、この上にシャツだとか T シャツだとか、あとはニットを着た時にも段差が一切出ないので、インナーの存在感が一切感じられないというところが、まあ最高にいいところなんですね。まあこれがですね、便利で非常に使い勝手がいいので、僕は何度も何度も推奨してきたわけなんですが、まあ今ですね、僕の中で一番使ってるのはですね、 このシークの中でも様々なシリーズがあるんですが、ボートネック T シャツというシリーズなんですね。これがね、一番便利だなと思っていまして、以前はですね、まあ僕がこのシークを使うようになった時って、結構ですね、イタリア系ファッションが前世紀の頃で、 僕自身もですね、今では絶対に合わないんですが、シャツの第二ボタンを開けて着るみたいなセクシーな着こなしをしていたんですね。そうするとどうしてもインナーが見えてしまうことが多かったので、なるべく部位が深いインナーというものを探していたんですね。まあ、そんな時に出会ったのがこのシークだったんですけども、今はですね、そのようなスタイルは全然やらないので、むしろシャツよりも t シャツだとか、ニットをですね、なるべく1枚で着ているように見せることが多いんですね。まあやっぱりですね、t シャツであっても、インナーを1枚かませてあげた方が、汗が直接つかないので、やっぱりですね、長く持つわけですね。ですので、必ずインナーを着て、その上に t シャツだとか、ニットだとか、あるいはシャツだとか、という選択をするわけなんですが、そういう時に結構気になるのが、普通の今までのシークだと、このですね、首の端っこの部分、 ちょうどこの部分がですね、見えてしまうんですよね。それが僕は気になって、自分で自前でハサミで切っていたりもしたんですが、それも面倒なんですよね。そこで、ここ数年出てきたのが、このボートネック T シャツタイプというやつで、まあ通常のシークに比べると、このですね、襟元が横に広いんですね。ですので、この上にですね、T シャツを着たいだとか、ニットを着ても、 このチら見えみたいなものを防ぐことができるのでそこが便利なところなんですよねちょっと今日は新しいものを持ってきたので皆さんにお見せしたいなと思うんですがこんな具合ですねここがね広いですよね ここが広いのがすごくいい点なんですよね。これさえ着ておけば T シャツだとかニットでも間違いなくですね、存在感が着せるので、これが便利かなというふうに思っています。僕はシークというシリーズを着てるんですけども、同じくですね、グンズの中でインティーと呼ばれるものだとか、そういったものもあって、そちらの方が価格はですね、抑えられてるんですね。ですので、素材感にこだわりたい方だとか、できれば肌に触れるものなので、上質なものがいいという方はシークをお勧めするんですが、なるべくコストを下げたい 方はもちろんインティーで、もいいいかなという,ふうに思ってますで色味に関しては、これはですね、単品で見るとすんごいですね、かっこよくないんですけども、ベージュが一番目立たないので、個人的にはおすすめかなと思っています。まあ、その次にですね、こういったちょっとグレージュっぽい感じですね、こっちの方が単品で見た時にはまだダサくないので、個人的にはですね、まだ心理的なハードルは低いんですが、よ、まあ、り透けたくない場合はベージュがいいかなと思っています。まあ、僕自身はですね、正直 ベージュとグレージュ1枚ずつ保有していましてその2枚だけでインナーをですね最近はやりくりしてるんですね。 今まではですね、3枚4枚ぐらいをこう回していたこともあったりするんですが、実際のところ2枚あれば回ってしまうんですね。一応洗濯機は毎日回すので、1枚着てそれを洗濯機に入れて新しいのを着るという形でローテーションを回していけば、全然ですね、2枚でも持ってしまうんですね。特に僕みたいなズボラな性格の人間にはですね、そんなに枚数あってもしょうがないなということで、僕は飼育2枚で最近は過ごしてしまっているんですね。 そして最近僕が始めたのはですね、普段はこういった飼育はですね、仕事前に着ることが多かったんですが、最近はもうお風呂に入って着替える時にもう飼育を着てしまうというような習慣を始めたんですね。 これまでは白の T シャツを着ていて、朝ですね、着替える時にこのシークになるということが多かったんですけども、そうするとね、やっぱり洗濯物の量が増えるということで、まあこれシーク1枚でいけないかなと思って、最近ですね、この1ヶ月間ぐらいは、ほぼシークだけで下着が済ますようにしてるんですが、全然問題ないですね。 朝インナーを着替えるという手間も省けますし、洗濯物量も減るので、もう全然これでいいじゃんということで、最近はインナーはシークのみという形にしています。まあ、こんな形で、なるべくですね、生活をシンプルにするとすごく快適になるので、ぜひですね、皆さんにはシークだとかインティというもので、インナーを着替えるという手間をですね、避けていただければなというふうに思っています。 はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これは今まで解説したことあったかなまあ、インナーはよくお伝えしていたんですけども、パンツですね。これに関しては、やっぱりちょっと気恥ずかしさがあるじゃないですか。30代後半の男性がどんなパンツを履いてるかなんて、全く需要がないと思いますし、僕も興味がないので、今までですね、全然お伝えしてきてなかったんですが、意外と質問をいただくことが多いので、これも解説したいなと思ってるんですが、僕がよく履いてるパンツというか、もうこれしか が履かないと決めてるのは、これですね。見えますかねちょっと反射してみて見えづらいかなと思うんですが、これまた同じくグンゼのシークのエアーズという形になってます。まあ、2つ連続でグンゼの商品が続いたので、なんだか回し物感が半端ないんですけども、全部自腹で買ってますし、これは PR 案件ではありませんので、足からずということで、僕が今実際に履いてるパンツはこれだけです。グンゼのエアーズですね。 まあ、グンゼのエアーズというのは実は2つありまして、まあ、シークというですね、高級ラインのエアーズと、もう1つはボディーワールドのエアーズという形で、僕はですね、後者のボディーワイルドのエアーズをずっと履いていたんですね。もうそれで十分なんですよ。履き心地もすごくいいんですね。まあ、ちょっとお見せしたいなと思うんですが、まあ、こういった形のパンツになっていまして、 えっとですね、切りっぱなしになってるんですね。ウエストの部分も切りっぱなしで縫い目がなくて、まあこういった裾の部分にも縫い目が一切ないので、履いてる感覚がないんですね。今も実際にシークのエアーズを履いてるんですが、なんか動いても全く違和感がなくて、一体感が半端じゃないんですよね。 これに一回慣れてしまうと他のパンツにはいけないですよね,ね。パンツでおしゃれしたいという欲求は僕の中では20代で終わっていまして、その当時はカルバンクラインだとかポロだとか様々なブランドのパンツをですね、伊勢丹メンズ館で買いあさって色々と履いたんですが、まあそういったものもですね、すごくテンションが上がっていいんですけども、やっぱりこの30代後半になってくると見栄えの良さというところもある一定は大切かなと思うんですが、やっぱりそれよりは圧倒的に 履き心地がいいもの、あとは肌触りがいいというところ、ここにですね、行き着くようになったんですね。その点を極めていくと、やっぱりですね、グンゼのエアーズが僕にとってはですね、最適解だったかなというふうに思っています。まあ、肌触りもね、すごく滑らかでいいんですよね。あとはデザインはあまりこだわらないように伝わったかもしれないですが、これはですね、一切の無駄がないんですよね。 もう本当にね、まあ無駄なものは一切なくて、まあ色に関しては僕はブラックとネイビー2色だけで回しているわけなんですが、これもですね、 もう一切の無駄のないというのは最高のデザインだと僕は思っていまして、これでも十分かなと思っています。まあエアーズに関してはボディーワールドとシーク二つあるんですが、まあ正直ですね、そこまでの差は感じられないかなと思うので、まあなるべく予算を抑えたい方はボディーワールドのもので僕は全く問題がないかなと思っています。ただですね、とは言いつつシークの方を試しに買ってみたら、やっぱ肌触りがいいんですよね。履いていてより快適なのはエアーズなんですね。これ交互に履いていたら やっっぱり差が出てしまったので最近はこのシークだけで統一をすするようにしていますこのパンツに関しても僕は今2枚しか所有してないんですね。これも言うと結構惹かれる方もいるかなと思うんですが、そんなにたくさんのバリエーション必要ないので、もう必要最低数の数だけあって、あとはもうヨレヨレになってきたら入れ替えるという形で僕は効率化をするようにしています。色はブラックとネイビー。特にネイビーなんかはですね、色味もすごく深くて綺麗なんですね。ブラックもやっぱり安っぽい感じの光沢感も なくて上品ですししし、まあ、パンツに関してはは系かかもしくはユニクロかこの二大巨頭で大きくですね、意見が分かれるところなんですが、やっぱり個人的にはインナー専門のグンゼの方が履き心地もいいかなと思うので、まあ個人的にはこっちの方が快適かなと思っています。まあこの辺りのインナーに関しても日々いろんなものが出てくるので、まあ、僕の中でも新しいものが出たら常に試すようにしてるんですが、なかなかこの二つを超えるものは出てこないかなというふうに思っています。 特に先ほどのシークに関しては8年来てるので、まあ、ここにかなうものはですね、今後も出にくいかなと思うので、引き続きですね、この2つは僕にとってマイ定番になり続けるのかなというふうに思っています。皆さんもまずはボディーワイドのエアーズからでもいいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。 はい。続いて3点目のアイテムなんですが、これはですね、先ほどまでご紹介したインナーと同じぐらいですね、最近のニューノーマルな日常においては非常に重要なアイテムになってきたものかなと思うんですが、それはマスクですね。これもですね、皆さんにぜひお勧めしたいものがあって、もう僕もですね、マスクはいろんなものを買ったんですね。 この1年間でおそらくですね、10個以上は買っていて、12、3個ぐらいはトライしたかなと思っています。というのも、どんなにファッションを楽しんだところで、マスク一つがイマイチだと、なんかバランスが良くないなというか、満足度が下がってしまうので、まあ、マスク選びというところも、ファッションアイテム同様にすごく重要かなというふうに思っています。 特に顔周りというのは重要で相手の顔を見て僕たちは話すわけなのでメガネだとかヘアスタイルだとかあとはマスクだとかこういった顔周りに位置するものって結構大きく印象を左右するんですねそういった意味でマスクは結構重要だなと思っていまして僕が1年間色々試した上で、まあ、これが間違いなかったなと思っているのがこちらですねスキンというブランドのマスクになっています これがですね、まあ最近新しくまた買い足したんですね。もう通算ですね、5枚目になりますね。様々な色を試したんですね。まあ普通に白のものを試してみたりだとか、あとはグレーだとか、ブラックだとか、カーキだとか、いろんなものを試したんですが、僕の中でベストは、こういったライトグレーが良かったなと思ってるんですね。というのも、 あまりにブラックで濃い色だと肌とのコントラストが強すぎてどうしてもですねマスクだけ浮いてしまうんですねしかもやっぱり見え方においてはいかつく感じてしまうのでブラックは難しかったかなというふうに思っていますでブラックと同様にダークグレーもですねシャープな感じがしてかっこよくはあるんですがちょっとこれまたですね肌とのコントラストが強いのでそこまで濃い色になりすぎるのも良くないしかといって白になってしまうと通常のマスク感が強くなってしまうので 僕の中ではベストは今ご紹介したこういったライト系のグレーですね。ちょっとつけてみたいなと思うんですが、こんな感じですね。まあサイズ感もすごくいいんですよね。まあマスクもいろんなサイズを試してみたんですが、結構大きいものってそれまたですね、不快なんですよね。まあ結構大きいものも多くて、そうするとですね、顔の大部分が隠れてしまって、目の近くまで来てしまったりだとか、下ですね。 顎のラインにフィットしないものも結構多くて、これがですね、僕にとっては結構ストレスだったんですね。で、このスキンのマスクに関してはサイズ感がもうベストなんですね。これは顔の形によってまた様々かなと思うんですが、まあ、通常の男性であればスキンのマスクはかなりですね、バランスがいいかなと思っています。 この顎のラインにフィットしていて、無駄な余りがないのがいいと思いますね。あとはこの鼻周りのですね、スッキリとした感じもいいかなと思いますし、あとは肌触りがすごくいいんですよね。これね、素材感もちょっと張りのあるものとかも試してみたんですが、それまたですね、長時間してるとストレスなんですね。ですので、この柔らかい感じがすごく良くて、今まで買ったマスクの中ではスキンを超える肌触りのものはないです。あとサイズ感もこれがベストです。 で、色合いに関しても様々な選択肢があるんですが、このちょっとですね、滑らかなグレーみたいな色が一番ですね、僕はフィットしていて、様々なファッションとも合いやすいので、すごくいいなというふうに思ってます。で、ただのグレーのマスクではなくて、ここにですね、ちょっとメッセージが書いてあったり、ロゴが入っているんですが、スキンのロゴとですね、あとは曜日が書いてあるんですね。このスキンって1週間分の曜日が記されているバリエーションがありまして、僕はマンデーを使っていることが多いんですね。 マンデーとフライデーが確かこのグレーで、 同じ色だと思うんですけども、最近ですね、フライデーが売ってなくて、僕はマンデーをすることが多いんですが、このちょっとしたプリントも着こなしの中の一つのアクセントになるので、僕は嫌いじゃないかなというふうに思っています。このスキンはですね、ジャーナルスタンダードレリウムで買うことが多くて、まあ通販で僕は買っていたんですが、最近は在庫がないので、店舗で購入しています。お近くのジャーナルスタンダードレリウムで売ってるので、ぜひですね、ゲットしていただければなと思っています。あまりに売れてしまうと、僕の買う分がなくなって しまうのがちょっと悲しいかなと思うので僕は常にストックをですね2枚置くようにしてるんですねこれがなくなるとかなりテンションが下がるのでそれぐらい愛用しているマスクになっています意外とこれ後から気づいたんですけど機能的にもすごくて紫外線も99%カットしてくれたりだとかしっかりと銀のですね抗菌力もあったりするのでそういった機能面でも安心できるのでぜひチェックしていただければなというふうに思っています はい。続いて4点目なんですが、これはですね、ファッションアイテムの中でも、ボトムスなんですね。僕はですね、本当にね、先ほどから伝わってるかなと思うんですが、ズボラでめんどくさがり屋なんですね。 ですので、ファッションは好きなんですけども、日々違った着こなしを楽しみたいという欲求が、そこまで強くないかなと思うんですね。まあ僕はいろんなおしゃれ好きの方と接していると、やっぱりですね、おしゃれが好きな方って、日々違った着こなしを楽しみたいという方が多くて、そういった方の情熱って素晴らしいなと思うんですが、僕はそういった方と比べるとかなり面倒くさがり屋で、ある程度ユニフォーム的に決まったアイテムがあった方が安心しますし、あとはなるべく手間が抑えられるので、そういった方が好きなんです。 なんで,す、ね、で特にですねボトムスに関しては僕はここはですねいろんなバリエーションを楽しみたいというですね欲求がないんですね。 というのも、ボトムスって今もですね、映ってないですよね。日々生活をする中でそこまで視界に入らないので、僕にとってボトムスの重要度ってそこまで高くないんですね。ですので気に入ったものがあったら、それをですね、2本ぐらい買って、それをローテーションで回すことが多くて、どこで日々のコーディネートの差をつけるかというと、上半身に身につけるアイテムのバリエーションで、僕はバリエーションを楽しむようにしてるんですね。ですので僕はボトムスの数はあんまり多くはないんですが、その中でも 最近定番でユニフォーム化しているのがですね、今からご紹介するこちらのボトムスなんですね。まあ、なかなかですね、ちょっと全体像をお見せしづらくて申し訳ないんですが、こちらですね、今期ユニクロ U で購入しました、レギュラーフィットテーパードパンツというものになっています。 これがですね、めちゃくちゃ便利で、僕はですね、2本購入して愛用してるんですね。まあ、レギュラーフィットという形で、フィット感としては、そんなにですね、細いものではないですし、かといって太すぎるものではないんですね。ただ、シルエット的には正直ですね、ワイドパンツに近いような、ちょっとゆとりがあるんですね。まあ、特に、もも周りだとか、お尻周りにはゆとりがありつつも、膝から下はテーパードが効いてるので、そこまで太すぎないという形になっています。 いますでも同じくユニクロのスマートアンクルパンツに比べるとだいぶですねシルエットとしてはゆとりがあるんですね。 特に毛回りにはですね、ゆとりがあって、今っぽいシルエットになっていながらも、そこまで太すぎないというところですごく便利なんですね。でスラックス調になっていて、センタープレスが効いているので、まあ、足も長く見えますし、割とサイズ感としてはゆとりがあるんだけども、綺麗さというところは損なわれないというところですごく便利なんですねで。生地感としてもちょっとですね、タフな作りになっているので、ガンガン履いてもですね、あまり寄れないのもすごく便利だなというふうに思っています。 ただこのパンツに関しては一点強烈なデメリットがありまして、まあそこはですね、結構ユニコロのレビューを見ていても賛否両論が溢れるところなんですが、これ。 店舗で裾上げができないんですよね。それがね、かなりデメリットだなというふうに思ってます。というのもですね、確かこれは秋冬のワイドフィットテーパードもそうだったと思うんですが、まあ素揚げをしてしまうことで、やっぱりシルエットが微妙に変わってしまうので、ユニコーとしてもあまり裾上げをですね、推奨してないのかなと思うんですね。ただですね、これをそのまま着るのはなかなか難しくて、多少の裾上げをしないとですね、なかなか難しいんですね。僕もですね、ちょっと見ていただくとわかると思うんですが、 わかるかなまあ、こんな形で裾上げをしてるんですね。結構な長さですよね。何センチなのかなかなり幅はあるので、これぐらい裾上げをしないと、だいたい9.5分丈ぐらいにはならないですね。僕はあまりですね、裾に溜まりを作って着るのが好きではないですね。最近はそういった着こなしも旬にはなってきてるんですが、僕はスッキリと着たいので、素揚げをする必要があるので、これはですね、街のお直し屋さんに行って、僕はこちらを直しています。 あとはですね、裁縫上手って言われるもの、わかりますか糊状、スティックタイプの糊状になっていて、そういったもので貼り付けることもできるので、まあ、家でやりたい方はですね、裁縫上手を使ってもらうのもいいかなと思うんですが、そこだけデメリットなんですが、シルエットとしては今っぽさがありつつも、なおかつ使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。ただですね、今、在庫が全然なくて、同じようなものを買うことができないかなと思うので、まあ、こういったちょっとゆったりめなんで、 けけどもテーパーパパドが効いいいいいいてて様々なスタイルルに合わせやすいパンツというののはセレクトショップのオリジナルでいっぱい見つけることができます、まあ、こちらの動画の下にですね、リンクを貼っておきますので、まあ、セレクトショップの中でおすすめのものはそちらを参照していただければなと思ってるんですが、ボトムスに関しては、ちょっとゆったりめのスラックス型をユニフォーム化するのもすごく便利かなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、小物なんですね。僕にとってファッション小物というのはですね、やっぱり着こなしの一つのスパイスになるというか、まあ、アクセントになるものなので、まあ、ある程度ですね、いくつかはユニフォーム化して日々つけるようにしています。その中でもまず一つ目ご紹介したいのはこちらですね。 アップルウォッチですね。これもですね、去年購入して、なんだかんだで定番化してしまいまして、日々つけてることが多いんですね。まあ、時計に関しては僕は2つ持っていまして、1つは機械式時計で、まあ仕事でスタイリングをするときにはそれをするんですが、僕が日常的につけてるのはこのアップルウォッチの方になります。まあ日常使いで使いやすいように、僕はベルトをですね、ナトーベルトにカスタマイズしていまして、 ちょっと見栄えとしてはですね、人とは違った形で対応するようにしています。まあ、時計をするのであれば高いものを選択するというのも、まあ、それまたいいんですが、世代としてはやっぱりそういう価値観って40代以降じゃないとなかなかですね、理解してもらえないんですね。 そのような世代の方と仕事をする機会が多い場合はですね、機械式時計もいいかなと思うんですが、今の20代とか30代前半の方は、やっぱり Apple Watch をつけている方も多いと思いますし、スタイル的にはですね、着こなしにすごくマッチしやすいかなと思うので、こういったものを1本持っておくのもいいかなと思います。 あとは小物としてはバングルですね。これも欠かせないものになっていまして、僕にとってはこれがユニフォーム側へとなっています。僕が愛用しているのはファンタスティックマンのちょっと厚みのあるタイプのバングルですね。 これはですね、おととし、同じものを持っていたんですが、子供と一緒にプールに行った際にですね、落としてしまったんですね。それがですね、もう大公開で、もう散々探したのに出てこなくて、その他にもですね、何か違ったものを買おうかなと思ったんですが、結局ですね、これを上回る僕の中でのしっくり感がなくて、同じものを購入してしまったんですね。 まあ個人的には同じものを2個買うっていうのはあんまり好みではないんですね。特にこういったバングルみたいなものはですね、日常的によく使いますし、できればですね、その時代に合わせて新しいものに刷新したかったんですが、やっぱりこれが気に入っていたので、新しく買ってしまいました。まあ様々なスタイルにも合いやすいので、ジャケットのスタイルから T シャツ1枚のスタイルの時にもですね、こういったバングル、ファンタスティックマンのものをするようにしています。そしてもう一つの小物としてはこのメガネですね、オフにちょっとした気分を変え なとといいいううには僕はは僕ここっったメガネサンングラス系系のののののももををすすするるが多くくててレズ色ででねご薄いブルー系のものを入れてるんです、ね、まあそうすると瞳もちゃんと見えるのでそこまでいかつくならないですしなおかつちょっとファッションレンズとしてはおしゃれに見えやすいので僕はこういったものをつけていますちょっとこういったものをすることで普段とは違った感じにもなりますし気分転換にもなるのですごく便利なアイテムかなというふうに思っています できればかけた状態はお見せしたいんですが、まあ、プライベートでかけてることも多いので、今回はあえてしないようにしたいと思ってますが、まあ、メンバーシップの動画の方でこういったサングラスかけた状態もお見せしてるので、よかったらそちらの方も参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということで結構長くなってしまったんですが、今回は僕にとってユニフォーム的に使っている 5点のアイテムをですね、皆さんにご紹介させていただきました。まあ中にはですね、皆さんにもお勧めしやすいものもありますので、ぜひ皆さんにも一度お試しいただければなというふうに思っています。まあ僕の中でも、こういった定番のアイテムと、チャレンジングなアイテムというのは、どちらも取り入れるようにしていて、定番ばかりだと、それまたつまんなくなってくるので、そういったものを軸足としながら、時々ですね、新しいものを混ぜていくと、すごくですね、バランスのいいスタイルが作りやすいかなと思うので、ぜひこういった考え方も参考にしていただければなと。 といいう,うに思っていますこちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンツファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説していきたいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろししくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおししゃれ初心者者かから中級者へステップアッププアませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山のメンンバーシップチャンネル